スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、まさとけいこの音楽日和。この番組は味噌問屋の若旦那にして演歌歌手の酒井雅俊とピアニストの伊豆谷恵子がさまざまなゲストとともに人生と交わる音楽をお送りする番組です。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。第41回12月12日火曜日配信です。いやもうね早いもんで、今年ももう12月ですよ。最後のね今年の収録になります ね。あと1年本当あっという間で、今年はほらちょっとね8月が忙しくて、そうお休み、申し訳ないんだけどお休み一月させていただいちゃったんで、正確に言うとだから11回しかねできなかったんですけども、まあそれでもね本当にもうこれで41回目ということでね。そうなんです、皆さんがね聞いていただくからこうしてね続けていられるというかね、マサさん本当にね、もうあっという間というふうに言っちゃっていいんですかね、やっぱり40回、視聴者の皆様にね改めてね、お礼を言わせていただきたいと思います。本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。さてさて、ね、今年も本当にどうでした、どういう年でした。私、今年ね鳥年ね、はい、来年は犬だけどね。私ねやっぱりね自分のねやっぱり区切りなんですよ、やっぱり今年は、まあ年齢的にも、あとまあ大塚も、ね、30歳だね。そうそう30歳。本当にやっぱりこう10年一括りってやっぱりなんかまあありません、こう自分の中で気持ちが。そうね、僕もほらね、2年前がちょうど50歳だったんで、ねえまた8年後に60歳になるときに、まあ生きてるかどうか分かんないけど、いやもうピン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 もうますますのご活躍、ね、ちょっと感慨深いもんがあるのかなっていう気もするんですけどね。そうなんですよね、だからまあそういうのもあるし、あとね私はまあやっぱ大塚にねお世話になってて、ね駅前がガラッと一つもう新しくできて、なんかすごく大きく動きが変わったっていうイメージのある年だったんですよ。もともと大塚駅って北口と南口が改札で塞がってて、改札を通りお互いに通らないと行き来できなかったんですよ。じゃあそれを間違えて行っちゃったらもうすいませんって言ってやらないと、だからそれをね何としてでもその自由にね行き来できる通路を作ってほしいということで、もうね実はもうかれこれその話はもう25年四半世紀前からそのずっと出てた話で、やっと9年前だったかな、南北の自由通路ができて開通して、でその開通記念として大塚あきんど祭りというお祭りをやるようになって、ちょうど今年で9回目だったのかな。なので来年は今度10回大会ということで、多分もっと盛大にねいろんなことをやるんじゃないかなと、あきんど祭りもね、思うんですけど。じゃあ、まださんにとってますます忙しくなった年ですよね。そうそうそう、もう本当に忙しそうですもん。ここで伊豆谷さんと41回ってことはもう約足掛け4年でしょ。そうですね。だからちょうど知り合ったのがもしかするとそのアトレが開業する頃、そうなんです、私2013年だからの9月12日にアトレビー大塚が開業してるんですよ。はい、なんでそうするとちょうど足掛け4年。あ、私だってオープンかなんか出来たての時のイメージがありますもん、だからちょうどその頃からもう3年4年目っていうことで、なんか若いような、でももっとだからそう俺覚えてる、一番最初7月じゃなかった。はい、7月です、ね、はい、7月配信で6月に、もしかしたら7月の頭ぐらい に、ね、しましたね、収録したんだよね。ちょうどまだ夏でね、暑い時で、覚えてる。
もうそうか、あれからもそんなに経つんですね。そう、じゃあだからもうそんな自由通路っていうか、その行き来はもう私は行き来できてから来てるから、そうそう、当たり前だと思ってました。もう僕らからするともう本当に画期的で、ああこれはすごいなと、なるほど、思ってた次第です。はい、ね、そんなことでね、大塚駅も新しくなりまして、ね、で今年はね、5月にトランパル大塚、大塚南口のね新しい駅前広場ができました。はい、で広場をね利用していろんなイベントも ね、これ私も演奏させていただいて、はい、これからもねまたいろんなイベントを、はい、僕たちがやっていく予定でおりますので、はい、皆さんねぜひぜひ大塚にねお運びいただいて、はい、いろんなねジャンルの音楽もねたくさん、はい、広場の方でもさせていただきますので、皆様よろしくお願いしたいと思います。これからもね、で今年は僕はほら個人的にはね、はい、1回入院したしね、あ1回じゃない2回した、そうですよ、1回目はねもう本当にもうお腹痛くて ね、もう10日、うんうんうん、長い名前でした。私も忘れましたけど、そうそうそう、過去のこちらの配信に残ってますから、そうですね、聞いてください、皆さん聞いてください。で2回目はねその後にこうほら原因が本当にそのね憩室炎っていうのだったけど、はい、それの影響だったのかどうかを調べるための1泊2日で検査入院というか、そうそうそう、まあ、経過入院ですよね。そうそうそう、それでね、でまあそれでほらポリープをね、はい、3個取ってもらいましたんで、もうピンピンと元気に、そうそうそう、来年も取ってもらう予定でまた入院しようかなと思ってるんですけど、もうなんかもう当たり前のように、そう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 、気軽な、もうなんかなんか ね、 でもね、たまにそうやってなんて言うんだろう、こうまあメンテナンス、からメンテナンスする、まあまあ、あんまりいいメンテナンスじゃないんだけどいやでもピンピンしてて病院に行かない方よりは意外とこうね、そうそうそう、たまに病院にお世話になる方の方が、うん、元気で健康だって言いますよね。よくね言うんで、まあそれなりにやっぱりほら医学のね技術もどんどん進んでいくわけですし、うん、そうなんですよ、先生を頼ってね、はい、はい、ね、行きたいと思います。早期発見でね、はい、ちょっとあれだと思ったらやっぱり、そうですね、病院にお世話になって、はい、健康でいたいと思います。来年もね、健康でマサさんよろしくお願いします。マサと稽古はずっと健康で頑張りますので、頑張ります。皆さん来年もねよろしくお願いしたいと思います。それではね、今日もね素敵なゲストにお越しいただいているので、はい、早速、マサと稽古の音楽日和スタートしたいと思います。綺麗、気持ちいい、心地いい、住まいから笑顔を作り出す。だから工期は。そんな住まいづくりのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の巣駆除まで、お住まいのお悩みなら何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、だから工期。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現。一人カラオケも大歓迎。子育て世代にも優しい特典があります。大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間を、それがメロワークスのモットーです。ケイコの音楽豆知識コーナー。さてさて、今月もやってまいりましたこの名物コーナーでございますけれども、恵子先生今日はですね、はいはい、まあ一般に皆さんも思われてるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、オーケストラをね、はい、テレビで見てると、はい、ピアノがいたりいなかったりするじゃないですか。はい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 、はい、で
いるとすごいもう目立ってますよね。そう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 、要はほらあの指揮者のもう一番真正面のところでこう、はい、メインでね、はい、弾いてね、もうそれはもうソリストとしてなので、ピアノメインでやってるじゃないですか、はい、であれはいわゆるその、まあ、フルオーケストラ、はい、まあの中に基本的には入ってるんですか、ピアノって。ピアノはそれがね、まあ、僕はねどうなのかなと思って、いたりいなかったりっていうのか、それともそのピアノがの曲だけをああやって出てきてやるのかっていうのがちょっとよくわからなかったんで、ちょっとその辺をね解説していただければなと思いまして、まあ、正式に言うと、うん、もちろんピアノのパートもある作曲家もあるんですけど、はいはい、そう多いですよね、結構。でも出番が少ないので、はい、オーケストラメンバーの、まあ、レギュラーメンバーではないんですよ。そうなんですか。だから例えば必要になったらエキストラで雇うって言って、うん、そのメンバー、例えばプロのオーケストラの中に正式の正社員さんはいないっていう感じですね。俗に言う嘱託社員とか。そんな感じです。そんな感じですか。まあ、なぜならというのも、まあ、歴史上オーケストラの方が古いんですね、楽器で。ピアノの方が比較的若いのと、あとはピアノは音程が分かっているので、はい、はっきりしているので、はい、合わせるっていうこともちょっと難しいのと、まあ、だからちょっと現代になればなるほどピアノもその一つの楽器として、うん、入るんです。その場合はそのオーケストラのそんな前じゃなくて、後ろの打楽器とかの、うん、ね、パーカッションとか、ハープとか、はいはい、あとチェンバロとか鍵盤楽器の、うん、一部として、うん、参加して、ちょっと打楽器的な音色をちょっと必要みたいな感じで、うん、パートがあるっていうこと、そこまで出番がない感じでは、うんうん、ありました、その曲が、はいはいはい、もっとね単純にね、あれなんですけど、はい、いわゆるほらこの間もやりましたけど、はい、管弦楽団っていう風にね考えると、管楽器って、はい、ね、金管木管とかね、いろいろトランペットとか、はい、フルートとかね、はい、いろいろありますし、はい、あと弦楽器はバイオリンとかね、はい、チェロとかもそうだし、はいはい、ピアノってなんて言うんでしたっけ。ピアノもそうだ、打楽器ですね。打楽器の中の鍵盤楽器ですね。なるほど、そういうことなんだ、うん、まあ、叩くということで、もともとはそうなんですけど、まあでもやっぱり音色がやっぱりと、ね、ボーンって叩くと伸びもしないし、ちょっとまた別のあれで違うんで、ちょっとなかなかね仲良くはならないみたいで、うん、だからもう必要だったらああいう風にもうソリストとして、オーケストラプラスピアノを主役みたいな感じで呼ばれるしかないということですね。まあ、ある意味お姫様みたいな楽器なんだね、やっぱりね。まあまあね、ピアノで全部オーケストラのパートも全部弾けるので、うん、そういうことだよね。だから意外とオーケストラが無理だったら、オーケストラバージョンをピアノで弾いてソリストがやるっていうこともあるんですよ。なるほどなるほど。だからうん、その代役として、はい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 、だからその中にっていうとちょっとね、意外とピアノは孤独なんです、うん、まあなかなか ね、オーケストラメンバーに入らない、羨ましいです、オーケストラ。なるほどなるほど。まあ、まあそんなね、孤独との戦いもね、一つの楽しみとして ね、恵子先生日夜頑張っておられますので、はい、皆様これからも応援してください。よろしくお願いします。恵子先生、今日はどうもありがとうございました。いえいえ。それでは今月のねゲストコーナーに参りたいと思います。今月のゲストは、シュガーキャンディーキッシーズ。皆さんなんとなく聞いてもわからないかなと思うんですけれども、キャンディーズの、コピーバンドなんですけれども、そこで、リーダーをされておりますスズランさんに、お越しいただきました。スズランさん、こんにちは。こんにちは、よろしく。今日はよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。ね、とりあえず、はい、まあ皆さんにちょっとこう人となりを、はい、自分なりに自己紹介をしていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。スズランと申します。私はですね、都内でキャンディーズとそのバックバンドの、コピーをしているバンドで、シュガーキャンディーキッシーズというバンドをやっています。で、主にですね、ライブハウスでライブをするっていうのを主な活動としております。はい、
までは言っていいって言われたんだ、ね、普通にあの OL さんをされながらね、はい、そうなんです、まあ、二足のわらじというわけではないんですけれども、はい、本当にあのなんていうの気心知れた仲間たちとね、そうですね、もう結構何年ぐらいされてるんでしたっけ。5年経ちましたね。リーダーされて5年、はい、はい、じゃあもう結構ずね長く続いて、結構そうですね、な思わぬところで続いてしまいました。僕もほらやっぱりね年代的にキャンディーズの方、はい、本物のね、はい、キャンディーズの方に近い年代なので、はい、なんとなく覚えてるのはやっぱりその、はい、ランちゃんとスーちゃんとミキちゃんの後ろに、はい、そのいつもなんか同じバンドの人たちがね、そうですね、いて、そう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 、絶対もう決まってる、決まってた、専属のバンドなんですか、はい、ある時期からは同じ、うん、ミュージックメイツプレイヤーズっていうバンドが、あ MP なんとかって言うんだよね、 MMP だ、そう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 、はい、思い出した思い出した、はい、じゃあその方のコピーもされてるってことですね、その方たちの演奏が真似したいので、まあ、人数は私たちは13人でやっているんですけれども、はいはい、本体とかもいるのでドラムもいてベースもいてギターもいてのか、結構私もほら以前ね、はい、去年だっけ一昨年だっかな、一、回そうですね、マサさんに見に来ていただいた方がいた、見に行かせていただいたんだけど、はい、そのライブをすごい大所帯でびっくりしましたそうですね、そうステージに乗り切らないのではないかということが多くてですね、そう本当に俺びっくりしたでも元もそのコピーだからもともとそれぐらいいらっしゃるっていうことですよね、はい、そうです ね、 ね、もうちょっといる日もありました、はい、そう楽器によってはなんか身動き取れないぐらいのスペースになっちゃってる感じもね、すごい豪華ですね、そうそうそう、すごいんですよ、大体お客様が100人ぐらい入るようなライブハウスでやっているんです、私たちが13人が全員乗るというお店も同時に探さなくてはいけないそうだよね、そこそこだから舞台のね、はい、広いとこじゃないとできないですよね、はい、でね単純な質問なんですけど、はい、なんでキャンディーズ の、はい、まあ、コピーをね、うん、しようっていうふうに、やっぱり言い出しっぺはスズランさん、あ、いえ、もともとキャンディーズファンだった人たちが集まって、はい、私が集めた人たちでやってるんですけど、私が入ったきっかけは動画サイトで、うん、たまたまキャンディーズを見かけてすごく可愛いなと思ったり、あと歌ってる曲がかっこよかったんですね、それで単純に憧れを持って、もともとリアルタイムは知らないんですけれども、後でそういう動画を見て、あ、ちょっと真似してみたいなみたいな感じで始めました。なるほどね、まあ僕なんかはほら、まあ、リアルタイムでね見てるんで、はい、キャンディーズってまあ確かにその楽曲もいいしね、はい、歌も上手だし、はい、ね、踊りもちゃんとね、はい、できてたんだけどね、もう一番強烈に覚えてるのはね、はい、やっぱりドリフのコントとかにねまともに出ててね、すっごい面白かったんだよね、それの記憶がすごくあって、あ、でも私もドリフ見てましたか、絶対、うん、すごい面白かった、そうね、いや、でそのあれですよね、その曲ももちろんキャンディーズの曲、はい、プラスキャンディーズが歌ってた曲もコピーっていうことですよね、はい、そうですね、キャンディーズそれもすごい珍しい、はい、自分たちの曲以外に洋楽のコピーをしたりとか、はい、他の歌手の方の歌を歌うことも、まあ、昔の歌謡曲の歌手の方ってそうだと思う、まあそうですね、うん、はい、そのキャンディーズが歌ってる方の洋楽を真似してるっていう、それはなぜわかるんですか、そのキャンディーズがそれを歌ってるっていうのは。それもやっぱり動画サイトで、はい、アップしてくださってる先輩方がいたり、そう、ものすごい昔のだよね、だからね、はい、あとやっぱり根強いファンがまだいらっしゃるので、はい、DVD が発売になったりしてるんですよね。そうですよね、でもほらそういうレアなパターンじゃないですか、そのキャンディーズが、ね、好きな洋楽をコピーしてるっていうのは、はいはい、うんうん、でもそれってほらなかなか音源が見つからないじゃないですか。それはどう、それはだから多分、うん、海賊で誰かが開けちゃったものとかだよね、かもしれないよね、もしかしたらね。そうですね、昔は結構コンサ
サート会場もゆるいというかゆったりしていて、あ、録音しちゃったりね、ラジカセを持ち込んでる先輩方がで、そのラジカセのものを渡ってるってことですよね、すずらんさんにも。そうですね、こういうのがあるよって言って教えてもらえるっていうのすごくないですか、はい、すごいな、すごいすごいちゃんとなんか時代を超えて伝わってるみたいな、すごい、ね、やっぱりほら、あの僕らもね知ってるけど、ほら東京キャンディーズもそうだったけど、はい、あの3人もそうだったけど、やっぱりこうキャンディーズの本当のファンのね、うん、人たちからやっぱりこういろんなこう指示を教わることが多いですね。そうそう、だから前あの彼女たちも言ってたけど、踊りがね、あのはっきり残ってない曲とかもあって、はい、そこをやっぱりそのファンの人たちに教えてもらったりとかっていうのも話を聞いたことがあるね、一回ね。そう、どうしてもそのビデオとかだとよく見えなかったりとかっていうところも、画像が悪かったりとかで、あの肝心のところでランちゃんのアップしか映ってなくて、分かる分かります、可愛い、この下どうなってるのかしらみたいな、あ、なるほどね、数種類、同じ一曲でも数種類の動画を見て繋いでいくという作業が必要になります。映ってたのあったよっていう、そうだね、すごい探して努力されてると思うよあれ踊りをちゃんとコピーするっていうのは、すごい作業だなと思う、うん、でもそれがもうバッチリだって分かるのはファンの昔の知ってる人じゃないと分からないですもんね、うん、そうですね、ですよ、それもね、うん、だからよかったよ、全然よくご存じ、お客さんもがすごい目が肥えてるというか、はい、すごい、いや、じゃあどのぐらい全部何曲すべてもう、あ、いいえ、レパートリーなんですか。レパートリーは今33曲あるんですが、すごいね、キャンディーズ自体が歌ってきた曲がまだまだなんです、はい、もうほらその33曲って大体聴けば分かる曲だと思うんだ ね私も多分もう知ってると思う、でも全然知らない曲もあるだろうなと思って、うん、そうです ねあと逆に私が歌ってて、あ、これベイシティローラーズという人たちが歌ってたんだとか、懐かしい、そういうのがあります懐かしい、全部キャンディーズだと思って私は歌っちゃってるので、すっごい流行ったよ、はい、アメリカのね、はい、当時流行ったんだなと思って今聞いたら思い出しちゃった、ね、はい、流行ってる曲をきっとね取り入れてコンサートでやってたんでしょうね、うん、ね、うんうんうん、そう、キャンディーズのコンサートは行ったことないな、行ったことなかったな、あら、うん、見たテレビではね見たけど、はい、一回行っとけばよかったな、ですよ、すごいマザーさんね、ご縁がありますもん、キャンディーズにこの本当だよ ね、 そうですね、今になってそう、なんかね、今だとほらもうすずちゃんがねいらっしゃらないし ね、そうですね、なかなかこう難しい、うんうん、同窓会とかって言ってもなかなか難しいから、うん、テレビでなかなか企画もね、うんうん、なかなか出てこないみたいだし、そうですね、ご本人たちが揃って、ね、うん、皆さんの前に出るってことがないので、うんね、残念なんですけれども、まあ、本当にね、すずらんさんがね、やられてるランちゃんね、はい、ランちゃん、伊藤蘭さんはまあ女優としてね、はい、かなりねまだ今でも、うん、そうですね、テレビにも出てますしね、はい、ちょくちょく出てるよね、いろんなドラマにも出てるし、ね、ドラマ、お元気で、ね、ちょっとこうなんか今の伊藤蘭さんのなんか歌でちょっとなんか歌が聞きたいなとかってたまに見るとね思っちゃうな、うん、そうですね、うん、私だから歌手っていうかそのアイドルよりもその今のランさんのイメージが私もある、ね、女優さんとして、ちょっとね魅力的な妖艶な感じもしますし、うんうんうん、でも昔若い頃とあんまり変わらないと思うよ、もともとね、まあ、なんかちょっとなんて言えばいいんだろうな、切れ長の目というか、ね、どっちかっていうとこう、うん、すごくこう可愛いというよりももう美人な感じのだったよね、はい、ミキちゃんなんかもあんまりテレビ出てこないしね、私知らないですね、まあ、ミキちゃん知らないですね、はい、引退されちゃった、そうだよね、あ、
あのね、今あのラジオだからですけど、ちゃんとこのなんだこれ、キャンディーズのブロマイドから微笑み返し、マルベル堂90周年記念企画キャンディーズブロマイドから微笑み返しっていうね、すごい徳間書店さん、うん、ね、これ宣伝してもらってもう別に当時のものではなくて、うん、ここ何年かのうちに出 出たんだ。あ、やっぱりファンが根強すぎて、これこれこれだよ、これすごくない？ちょっと皆さん分かんないと思うんだけど、ちょっと分からないですけど、あのシュガキャンと呼ばせてもらいますけど、スズランさんたちがやってるシュガキャンのライブのチラシがあるんですけど、これね、衣装がマルベル堂のねブロマイドで作りました。これ作ったんだよね、これ、はい、オーダーして、すごいねこれね、同じ衣装着て出たら皆さん喜ぶんじゃないかなと思って、すごいわ。あ、この写真を見せて作ってもらったってことですか？そうです、そうです。すごいねこれ、はい、へえ、いやでも、うん、そっか、本当だ、うん、あの衣装屋さんとこういうの 何、はい、いくつか作ったんですか？じゃあいくつか作ってますね。まだちょっと資金が足りなくて、はいはい、3着4着ぐらいなんですけれども、でもすごいなこれね、うん、これはねファンの人たち喜びますよ。喜びますよね、うん、きっと。もうたまらないでしょうね。逆にがっかりされる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、いや中身が違うので。それはもうだって中身は同じわけないんだもんね。え、このイヤリンじゃなくてこのね、ペンダントもなんかよく似てる。そうだものを嬉しい、気づいてくださって。さすがだね。髪型とかね。恵子先生さすがだね。そうでしょう。やはり、いや、ちょっとこれしたら見えるんじゃないかなっていうのを。うんうんうん、だって実際スズランさんも似て、なんか似てません？そうだね、髪型もそう、そうそうそう、なんか、あの、え、髪型か、はい、なんか私、うん、思いましたよ、初めて今日、ね、綺麗な方でね、あのお会いしてあっと思っちゃって、どこの会社で OL さんやってんのかなと思っちゃうね。まださんが聞いたら、お、ね、ボーボーってっていう風に聞いてますけど、会社にもこの頭で言ってます、伊藤蘭さんカットで、ね、こういうのはほら、こういうねライブ行くと皆さん見れるんで、ぜひね、はい、のライブ行ってくださいよ、はい、あの今はあの年に何回ぐらいこの、まあ、ドーンとライブはやられてるんですか？そうですね、今は2回か3回ぐらいですね、はい、ライブは、はい、もっとやりたいところなんですが、なかなか時間もね、いろいろ、そうですね、13人が日程的な問題もね、会社員なんで会う日を探して、ね、そう、皆さんか大変だと思うな、それ日程の調整が難しいよね、はい、で、まあ、月に1回は練習で会うようにはしてるんですけどね、うん、あ、もうそのバンドさんもみんな集まって練習するんですか？はい、練習は一応あの月に1回やって、ただ全員は来ないですけどね、しょうがないよね、はい、でこれだけの人数で全員集まるのも、うん、まあ、なかなか難しいよ、なかなか難しいですよね、はい、割とその練習の時間も趣味としては楽しい、いやもうね、なんかすごくわかる、なんか目に浮かんでくるもん、なんか楽しそうだもん、うんね、うんうんうん、なんかこう約束しないと、あ、うん、なかなか会えないじゃないですか、はい、でもなんか ねそうやってこうちゃんとやることが皆さん同じ目的でこうちゃんと決めて会えるっていうのはすごい仲間だなと思って羨ましい感じがします、はい、本当だよね、本当にありがたいです。大人になると、ね、うん、友達付き合いって、ね、なかなかまた後でねとかでもなかなかねスケジュールが合わないけど、こういうやっぱやるっていうねライブをずっとされてる中でっていうとね、絶対に会わなきゃいけないしっていうこともあるし、はい、いや、いい仲間ですね、うん、だよね、まあ、はい、こうやってね、そうやってもうほら、まあ、僕なんか見ても趣味の領域はもうちょっとこう少しこう ね、そうですね、超えてる、まあ、感じだし、はい、あのもっともっとね、うん、皆さんにいろいろアピールしていただいて、はい、あのね、本当にキャンディーズファンの人たちにも見に来てもらいたいので、はい、これからね、はい、まあ、今まで通りに、まあ、はい、ライブをね、まあ、年に何回かやられるとは思うんですけれども、はい、なんかその他にね、こう、はい、こういう活動したいっていうようなこととかって何かあります？この他ですか、うん、そうですね、例えば握手会がしたいとかねこの間ね、実はつい先週なんですけれども、握手会ではないんですが、チェキをあのお客様で、おー、あ、あのね、そうなんです、先週、あのこの収録のね、前の週に、もう本当僕はお邪魔する予定だったんだけど、あ、はい、ちょっとね、お得意先のあのゴルフコンペで、ね、重なっちゃって、そうですね、もうすごい残念でね、もう
ゲストで出たいなぐらいのこと言ってたのよ。はい、あ、そうだ。ね、あ、言った。これちょっと今ここで話しちゃいますけど、実はですね、はい、去年ね、はい、僕のほら、マサの望みの相方のね、はい、2代目のぞみの探せ、はい、のプロジェクトの時に、はい、実はですね、はい、スズランさんからも応募をいただきまして、はい、決勝に出ていただいた。出場しました。そうなんですよ。はい、そうなんですか。そうなんです。そうなんです。で、なんとなくお名前は私は存じ上げてたんだけど、はい、実際にお話ししたこととかってなかったんで、うん、はい、どうしてスズランさんがこのオーディションに募集してきてくれたんだろうっていうのをちょっと辻口さんともね2人で話しててどうしてだろうな、誰に聞いたんだろうなとかっていろいろ話をしてたんだけど、ね、まあ、そういうのもあるんですね。そう、いろいろな、まあ、あれがあって、まあ、応募していただいたみたいなんですけども、はい、本当ね、そんなこともあって、そういう縁もあったの で、 そうなんです。私も少なからず応援させていただこうのかなと思ってますので、またね、機会があったらぜひ、最近ちょっと、はい、二代目のぞみちゃんもね、ちょっといろいろ埼玉の観光大使とかで、はい、忙しくてですね、なかなか日程的に、会わなくなってしまって、そうなんですか。二代目のぞみがですね 2.5 代目、2.6 代目、2.7 代目ぐらいでちょっとこういろいろ人を変え、手を変え、いろいろお手伝いしていただいているので、はい、次 2.8 代目でよかったら、ね、ぜひまた何かの時にお手伝いしていただければななんて。もうってことオーディションに出られたってことは、はい、もう歌えるバッチリです。そうですね。温度バージョンもバッチリです。もう完璧です。いつでもパッと。もう完璧です。はい、なるほど、はい。そうですね。うちのボーカル3人とも練習して待ってますので。ありがとうございます。マサさん心強い。もうね、本当に心強いその相方のね、その純相方をやっていただける方がたくさんいても私はもう幸せ者でございます本当に。いやでも聞いてみたいですよ私。ね、今度ほら内緒でそのオーディションの決勝オーディションの時の模様をですね、はい、辻口さんに社長に見せていただいたらどうですか。あるんですか。はい、あると思いますよ多分。ね、見せてください、うん、社長。そうそう、これは一応非公開にはしてあるんですけど関係者には見せてあげてもいいですよね。あ、うんうんって社長がうんうんって言ってますので鈴名さんぜひ今度、はい、上映会でもしましょう。あ、はい、ね、よろしくお願いします、はい、ということでね、あ、そうそう、なんか恵子先生から、はい、女性目線の何でも。じゃあもうさっきアクセサリーも一緒だから素敵、すごいなと思って、こだわりが、うん、あと何かこだわってるっていうことありますか。そうですね、まあ、もうほらね、衣装とかその見た目とかも振りとかも全部そうでしょうけど、ね、うん、その他ちょっともうここはっていう皆さんのもう目に見えないところで私こういうの頑張ってるわみたいな本当に気づかなくてもっていうポイントなんですけれども、キャンディーズの歌をコピーしつつもキャンディーズの3人の友情の美しさっていうのも私は憧れていて、はい、すごいところ、すごいですね。まあ大人になって友情っていうのもちょっと恥ずかしいんですけれども、いや、素敵、そんなことはない、素敵だね、なんかそうやって心を通わせると本当に声って揃ってくるっていうのを実感したので、やっぱりできるだけボーカルの他の2人、ミキちゃん役とスーちゃん役の2人とは、はい、一緒にご飯を食べたりとか練習して励まし合ってっていうのをやって、たまにね僕はブログで見てるんですよ、そうですね、そう3人仲良さそうにね、はい、なんとなく私がキャンディーズと同じで、うん、ランちゃんと同じで一番お姉さんで、うん、2人をまとめます。スーちゃんはちょっとお茶目なところがあって、うん、可愛らしい、うん、ミキちゃんは明るくて、真面目みたいなキャラクターが、うんうんうん、わざと似せているわけじゃないんですけれども、うん、一緒にいることでそういうキャラクターみたいなのもお互い分かってきて、うん、あ、すごく面白いなっていう風に、うん、このソロで歌うこともきっと面白いんですけれども、うん、3人で歌うっていうのはそういう楽しさがあるなっていうのが感じながら、うんうんうん、そこはなんかずっとこだわってやっていきたいなと。バラバラに目標を持ってやるというよりは、
揃えていこうっていう。でもあささん分かりますよね、そういうのって見てるお客様にね。そう、僕なんかもやっぱそうね、いつもほらね、隣にのぞみちゃんがいて、はい、大塚物語をね、はい、歌ってますけど、やっぱりその、うん、なんて言うんだろう、こうなんとなくこう心が通じるものがこうできてこないと、うん、やっぱりこうちゃんと上手に歌えないし、はい、やっぱりほら人となりもそうだけど、はい、お互いをまずねこう理解するというか知ることもね、うん、すごく重要なね、歌い手としてはプロセスなんで、はい、それは本当にたまにねご飯食べに行ったりとか、はい、そういう風にしてね、ちょっとこうコミュニケーションちゃんと取って、はい、ね、この間ねこういうなんかこういうことがあったけど、ね、楽しかったねとか、なんかそういう話題をね、はい、こう共通の話題をね2人で作ったりしながらこう、うん、少しこう年齢の溝をねこう埋めながら、はいはい、頑張っていただくということしかないので、本当にだから鈴蘭さんの言う通りで、やっぱりこう、うん、みんなと歌って3人で歌ってる方が楽しいっていうような、はい、その素敵な、うん、あれだと思いますよ。すごく1人で歌うのは簡単なんですよ、うん、ね、はい、どっちかっていうと、うん、やっぱこう3人で歌ったり2人で歌ったりとかっていうのはすごくそういうところがシビアな部分があるので、うん、やっぱほら仲悪い と多分ね見てるね、お客さんがね分かるんだよね、絶対分かる。そう、こうね、ちょっと嫌そうにしてるなとかね、そう絶対分かる、笑顔が引きつってるぞとかって、ね、そうで、なんかやっぱり生のライブだと何かアクシデントとか何かあった時のフォローの仕方とかがやっぱりスッて出ちゃうじゃないですか、そう、ね、僕がよくそれ言われてたやっぱりね、信頼できてるとか、うん、一緒にいた方が安心できるっていう時の方がやっぱ緊張状態にある時って、うん、なんか心強いですよね。そう、実はね、そこも、ま、何があれがあってね、何なんですか、そのオーディションの時に、はい、どっちかというとほら僕は皆さんとそんなにほらずっといつも歌ってるわけじゃないんで、うん、2人でこう舞台に並んで、うん、みんなの前で歌うというのをずっと6人の方と私、うん、続けてて、ね、うん、同じ曲を、まあ全く初めてじゃない人たちも何人かいたんだけども、うん、ね、鈴蘭さんはね、はい、僕とこう立ち位置こうなんだろう、人一人分ぐらいこう離れてね、うん、立ってたんだけど、うん、いざ歌い始める時にスッとね僕の方に寄ってきてくれた、もうねあっと思ったね、あ、うん、なんかいい、あ、これだと思った、そうなんですか、だからそういうなんて言うんだろう、こう気遣いというか、うん、そういうのができる人なんだなっていうふうに思いました。深い話っていう感じです。ね。いやでも、あ、へえ、あ、でもそういうのってやっぱ出ますよね。そうそう、こうね、分かるの、うん、分かります。隣にでもほら、ずっと見てるわけじゃないから、うん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 、でもね、なんとなく分かるんですよ、その雰囲気で。あ、私肩に手を置いちゃったりしたかもしれません。そうなのよ。なんか今思い出しました。打ち合わせにもないだろう、 そういうのもだからね、大事なことやっぱりね、だなと思いました。やっぱ記憶に残ってますね、まださん、そういうのは。すごい素敵な方ですよ、はい、恥ずかしいですね。そう、もう30年ぐらい前に会いたかったな今なんかあら残念。まあでもそんなぐらい素敵な方だっていうことですよね。いやいや、本当にすごくね、そこは印象に残ってるんですよ。あ、いい話ですね、はい、ありがとうございます。いいね、本当にね、ね、楽しい時間でもあっという間に終わってし、ね、ですよ、もうあですよ、いつも の, いつもの、はい、最後 の, 最後のこのコーナーの、じゃあ今年の最後のコーナーの質問になり、はい、音楽日和の本の中にもあるんですけど、はい、幸せの音、はい、鈴蘭さんにとって何でしょうか。そうですね、基本音がない方が好きだったりするんです。無音だよね、音がないとかって無音だけどそれも音だよね。でもやっぱり世の中絶対音がないってことがないじゃないですか、はい、だからあえてその無音っていうのも音というふうに私は解釈して書いてることがあって、その本でも無音になろうっていうふうなコーナーもあって、はい、あ、なんかそこちょっとぐさっと使えるような感じですね。すごいねそうですね、東京に住んでるとなんとなく無音のところも欲しいなと。もうね、うん、もう四六時中なんか耳に入ってくるもんね、うん、はい、うん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 、
で感覚的なところも含めて嬉しい気持ちにちょっとなるのは、炭酸とかが弾ける音、ほうほうほう、ほうほう、ちょっとパチ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 、水の発泡する、はいはい、今だとお風呂だと、うん、バブみたいな、うん、そうですね、うん、入浴剤がプチ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 、プチプチを効く感じですね、溶けるまで。なるほどね。あとは炭酸のジュースが好きなんですけど、うんうん、はい、なんかコーラも好きだった。コーラが大好きなんです。皆さんがビールを飲むようにコーラを飲みます、うん、なるほどね、なるほど、はい、一杯目はコーラ、はい、あと、まあ、そうですね、音楽の話になっちゃうんですけど、やっぱり自分のバンドの音が好きです。何の音が聞きたいかっていうと、自分のバンドメンバーが出す音が本当に好きなんですね、うん、はい、最初スタジオはシーンと、うん、割と13人もいるくせにあんまりおしゃべりな人がいないので、おとなしいんですよ基本、うん、でもボソボソっとしゃべって、じゃあ次の曲やろうかって一瞬シーンとなって、うん、目で合図するとドラムがカウントを叩いて、ドラムが始まりベースが鳴ってきて、気持ちいいとこでいつものギターが鳴ってっていう、あ、いつもの私のバンドの音が始まったっていうのがすごくワクワクして、本当に嬉しい気持ちになります。あ、でもなんかそれはたまんないだろうね、うんうんうん、自分の合図から始まって、はい、自分の大好きな音が鳴り出すっていうのが、ね、うんうんうん、いいよね。その目で合図して、うん、あんまり喋らないんですよ基本、うん、なんですけど音楽でつながってるっていうことをなんか実感できるというか、本当ね。だからほら贅沢な話だけど、僕らもほらね歌ってよカラオケとかでも歌うけど、うん、やっぱりほら後ろで生のバンドがあってそこで歌うっていうのがやっぱりね本当に最高に気分がいいんで、うん、はい、そうですね、ね、何年後かにはもう専属のバックバンド、お、何年後になるか分かんない、何年後、来年の目標じゃなくて来年で、いやでも何年後になるか分かんないけど、ね、でもねやっぱり一回生のバンドで歌うともうカラオケで歌えなくなるってよく聞きますよ。本当にそう、うん、生の人たちってほら自分たちで調節してくれるでしょ、うん、はい、カラオケはほら調節できない、ね、自分で調節しなきゃダメだ、ね、ね、はい、こっちに合わせてくれるバンドすごいなっていうのがね、うん、今年一回ちょっとね、はい、あるとこでやって経験しちゃったらね、いやすごいなと思ってやっぱり、もうそういうかね、いいなバンド、バンド、うん、バンド、でもそのバンドの音ってね、自分の好きなバンドの音ってのが一番いいかもしれないね、はい、うん、でも分かってる方のね、うん、守られてな、ね、守られてる中での歌ですもんね、うん、その知らない方のバンドじゃなくても自分のね、はい、連続ですものね。そう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 、だからなんかいいですね、はい、なんかやりたいことがお互い分かってるっていうのが嬉しいですね、うん、なるほどね。いやいやね、今月もね、こんな素敵なゲストのスズランさんにね、おいでいただいていろんなお話を聞いてきましたけれども、最後に来年ですかね、はい、まあ、一番先にある、そうですね、12月12日ライブとかもね、ああ来年ですね、ご案内をしていただければなと思いますので、よかったら、はい、ありがとうございます、お願いします。シュガーキャンディーキッシーズのワンマンライブが、はい、決まっております、2018年の2月24日土曜日ですね、はい、場所は小岩のジョニーエンジェルという有名なお店ですよ皆さん、はいはい、初めて出させていただきます。で、ワンマンライブなんですが2部制になってまして、はい、1部と2部と分かれてるんですが、うん、1部はご予約いただいたお客様にご予約の時に聞きたい曲を投票してもらうんですね。ららで、この日発表するベスト10形式で、はい、ランキング形式で皆様の聞きたい曲をお届けしようと、はい、ちょっとこれは初めての試みです、はいはいはい、であと、2部は、新曲といっても40年ぐらい前の新曲なんですけど、おーおーおー、はい、新たに、ね、新たにレパートリーを増やしてるってことですね、はい、加えた曲とか、あと今私たちが皆さんにお伝えしたい お聞かせしたい曲を演奏するっていう、はい、まあ、シュガキャンセレクトなんですね。そうですね、うん、ちょっとマニアックなセレクトになるかもしれないんですが、そういう2部構成でやろうと思っています。これはすごい楽しそうですね、はい、1部だけ聞いてもいいし2部だけでもいいし、投資券っていうのも用意してます、うん、はい、はい、これはまたこの
コーナーのホームページの方にもね、アップさせていただきますので、はい、皆さん、ね、中小企業の経営者といえどもキャンディーズのファンの方たくさんいたんではなかろうか。そうですね、そう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 ですか、ね、ぜひぜひ行きたいよっていう方はもしよかったら私にお声掛けいただくなり、ホームページの方から、アクセスしていただいて、はい、申し込みいただければと思いますので、はい、これはあれですよね、ご予約は、はい、お店のジョニーエンジェルさんの方でもできるし、はい、シュガーキャン の, ャンのこれはホームページ、チケット予約フォームが、チケット予約フォームがあるんですね、はい、じゃあこちらの方もホームページの方に記載させていただきますので、はい、皆さんよかったらポチってください、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私行けそうだったら行きます。待ってますよ、はい、ということで、今月のね、ゲストは、シュガーキャンディーキッシーズのリーダーのスズランさんにお越しいただきました。スズランさんありがとうございました。ありがとうございました。それではね、今月の曲のコーナーに行きたいと思います。はい、ね、12月といえばやっぱりねクリスマス。そうですね、クリスマス、ね、クリスマスってほらいろいろ曲があるけども、今日はね YouTube でね、伊豆谷さんがね、はい、弾いてるクリスマスのねコンサートの場面があったんで、はい、あれちょっとね聞いたらすごく良かったので、ありがとうございます。ぜひぜひね、ちょっと皆さんにも見てほしいなという、はい、心の気持ちも込めて、そうそうそう、今日はねラジオなんで、はい、まあ音だけしか聞いていただけないんですけど、はい、ホームページのねトップページの方にその YouTube のね、はい、アドレスをまた書かせていただきますので、興味のある方はぜひ、はい、そちらも覗いていただければと。そうなんです、あれ何年前だろうに、ペトロフというチェコの楽器の、はいはいはい、楽器店でクリスマスコンサートをした時のライブ録音の一部なんですけ ど、はい、クリスマスソングメドレーを弾いてますので、はい、皆さん、まあ、知ってる曲ばっかりなので何かなとか思いながら聞いてください。それでは伊豆谷恵子クリスマスメドレー。
テ株式会社は女性の社会進出を応援し、新たな顧客の創造を実現しています。人を感動させる教育制度、お客様を感動させる商品、働く人が感動する職場、18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し、地域の活性化に貢献します。オンネ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店も募集しています。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。いや、本当に何ともこうね、心に染み入るクリスマスソングで、クリスマスツリー見えました、マサさん？なんとなく見えた。サンタさんになります今年、マサさんは。今年はね、ならないと思う。ならないですか？そっか、私にも来ないか。クリスマスって言うとね、僕がこのとこ毎年ずっと見てるのは、はい、私の出身校の立教大学のね、はい、綺麗なんですよ、点灯式もう、もう、そろそろかなですね、これ収録だとまだそろそろですよね。12月のね、多分ね4日とか5日とかね、そんなぐらいじゃなかったかな、いつも。あ、違ったかな。じゃあ配信の時もあるので、ぜひ皆さん、一般の方もね、はい、中に入れますしね。私もお仕事昔してた時、はい、もう見てました、毎日こうキラキラと、ね、正門入っていただいて、ね、はい、正面に左右に1本ずつ大きなツリーがね、はい、ありますので、ぜひぜひ皆さん見てみてください。クリスマスっていうよりもね、それよりもね、うん、誕生そうだよね。この配信が12月12日で、はい、ね、その、まあ、10日2週間後ぐらいに私たち2人は共通の行事がありましてね。そうそう、なんとなんとね、誕生日なんですよね。そうなんです、ハッピーバースデーマサさんということで。そうそう、恵子先生ハッピーバースデー、ありがとうございます。お互いに、ね、私が一応ね21日で、私27で、そうですよね、年の暮れでね、はい、だいたいクリスマスと一緒にスタートされたんですけど、ね、そう、昔からずっとそう、やっぱそうですか、誕生日とクリスマス一緒ですよね。だからどうやったってみんなより一つ少ない、少ないですよね。それをずっと我慢してもう50年、ね、確か50年うんうんうんっていうね。まあ本当にクリスマスの近辺に生まれてる人って多分みんな同じような多分境遇なんじゃないかなと思うんだけど、あれですか、元旦生まれの方も結局全部一緒になっちゃうんですかね。いやいや、まあ、多分ね、お年玉と一緒ですかね。そう、お年玉なしだったかもしれない、もしかして。痛いね、それも痛いですね。ね、ちょうどもうその頃で思い出しましたよ。お前、そう、そんなに皆さん年の瀬のわさわさしてる時に、もうまさにクリスマスの夜じゃないですか。そうそうそう、これそうもう、ね、でもイブは過ぎてるから皆さんちょっとお時間作れません？ね、今年はほら週回りで12月24日が、はい、ちょうど日曜日なんですね。日曜日ですね。だその日がなんか皆さんうんとね忙しいんじゃないかなと。あとイブイブもね忙しいかもしれないし、そこであえて当日、うん、そう、当日25日月曜日にこのイベントを持ってくるという、はい、すごさ、すごさ、もうカレードスコープにやられちゃいそうですから、もう本当ということで、ね、はい、今年最後のね、はい、伊豆谷先生たちのライブイベント、なります、こちらのね、紹介告知をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、12月25日月曜日、カレードスコープ、カレードスコープって万華鏡っていうんですよ、皆さん、万華鏡ですね。第2弾クリスマスナイト、19時開演で18時からオープンなので、もちろん夕食も食べながら聞いていただけるので、ここね意外とね美味しいんですよ、食べるものが。そうなんですよ、皆さんにね1回目の夏にねマサさんにも来てもらいましたけど、うん、好評いただいたので、同じ会場 の東急東横線学芸大学駅徒歩8分、まあ、またリンクとかでお知らせさせていただきますので、うん、はい、伊豆谷恵子&小川舞、そしてゲストが今回パーカッショニストのゆかぽん、はい、本当にね笑い方の特徴のある、うん、とても面白い方なので、ね、ぜひ、ね、この3人が集まるとね、あれを思い出すんだけど、ね、あれっていうのをね、うん、ちゃんと判明するには来てもらわないとちょっとわからないんで、来た人しかわからないようにそうなってますんで、皆さんぜひ
そうなんです。おいでいただきたいと思います。マサさんもねお忙しいのに来ていただける、はい、ということなので、はいはい、あのマサさんのお友達の方この聞いていただいてる、はいはい、ね、顔広いマサさんの関係者の皆様、ぜひ来てください。よろしくお願いいたします。待ってます。お願いします。ね、さて、今年もねこれで終わりになりますけども、はいはい、来年はどんな年にしたいですか。そうですね。最後に一言ずつそれで締めましょうか。そうですね。来年。うん、でもやっぱり笑って音楽をやっぱり好きなので楽しんだ一年にしたいなと思います、うん、ね、やっぱりこうピアノでね、人を幸せにできると思いますんで、そうですね、ありがとうございます、そうですね、そういう使命を持ってね頑張っていただければと、はい、なんか私の、ね、なりにこうまた皆様にお届けできたらなと、はい、あとまあ健康であったらなと思います。マサ、ね、ね、はい、さんは、ね、やっぱり僕も、まあ、あの歌もそうですけど、はい、あのやっぱりあの、ね、どうしてもあの家業のね味噌の方もね、はい、だんだんほら、ね、ご飯食べなくなったりしてね、あのちょっとこうやっぱり生のお味噌のまあ売れ行きというか少しずつこう右肩下がりなんですよ。そうなんですか。もうずっと、うん、でやっぱりほら人口もね、うん、増えないし、どん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 これから高齢化してどんどん人口が減っていく中でね、そんな中でもやっぱりこう日本人にね、本当にあの味噌を食べたおかげでこんなにね体調がいいよとかっていう、うん、なんかそういうね、うん、アピールをねどん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 できるように、また業界のためにも頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひぜひあのたくさんお味噌汁を飲んでいただいて、うん、そしたら健康になったよっていうようなねご報告をねいただければ本当に嬉しいので、うん、よろしくお願いしたいと思います。そんな感じかな。はい、はい、じゃあ、 あの皆さんも今年もお疲れ様でした。はい、来年もまたよろしくお願いします。ね、本当に皆様ね、じゃあ良いお年をでお別れしましょうか。そうですね。はい、それでは皆様良いお年を。